数学の話題を提供していきたいと思います、えー、今日の題材は2002年度の横浜国大の文系の入試問題です、えー、っとよく見ると1981年度の学習院大の類題になっています、えー、近々に挙げたものなので、えー、ご覧になった方も多いかなと思うんですけれども、まあ、見てない方はこの問題をもうなんか答えが、えー、っと右に書いちゃっているので、うんまあ、なんとなく想像はつくかなと思うんですけど まあえっと、どちらを先に見ていただいてもいいしで片方の方は演習に回していただいて、えーまあ、あの演習効果を確かめる問題にしていただければと思います。はいそれでは、えっと、やっていきます。fx は ax の2乗足す bx 足す c で二次関数で0から1までで定義されていてその間で fx は絶対値が1以下となるということですね。つまり まあ今回はここのの長方形の中に入るってことですね。01区間の時にマイナス1から1までということなので正方形ではなく長方形の中に入るような2次関数ということですね。でその時に、えー、F' の0は8以下であることを示せということですね、えー。および統合成立の F ということです。まあえっと f'x の値っていうのはそもそも絶対値が8以下に収まるんですけれどもまあそれをちょ,ちょっと証明していきましょうということですね。でやっぱキーとなるのはもともとこの最大を与えるものがどういうものかっていうのが、まあ、分かってるか分かってないかで結構差がつくかなと思うんですけどまあこのえっ、ー、と軸が二分の一でえっ、ー、とまあプラス1で取るところは0と1。 マイナス1に取るところは1/2。まあ、それを x 軸に反転させたものですね。えー、っとまあ、対称移動させたものですよね。それでえー、っと尽きているんですけど、まあそういったものをえっと。ここここここですよね。ここを通ります。みたいな形で、えー、調べていくとうまく証明ができます。だからえー、っと f1 の値ですね。 F0 からいきましょうか F0 の絶対値の値ですねこれを、まあ、C と置いて C が、えー、っと1以下ということが言えるということと F' の1ですねそれは A+B+C の絶対値これが1以下それから F の、えー、っと2分の1の時の値ですねこれはちょうど真ん中なので、えー、っと4分の1 A 足す2分の 1b 足す c の絶対値ですね。それが1以下。というふうになってまあえー、っとあえてこれを pqr っていうふうに置きましょうか。えー、っとこれを p それからこれを q それからこれを r っていうふうに置きましょう。4r-q を計算するとえー、っと b+3c っていうのが出てきます。 a+2b+4c すプラスから a+b+c すすを引いて4 r ス9が b+3c すというのが出てきます。b イコール4 r − 9ス3 c というのが出てきます。3p ですね。b の絶対値を調べていきます。b の絶対値は、えー、とこのバイダッシュの体ですね。 y'、えー、の値は y' が 2ax たす b なので b の値が f0 になるんですよつまり f'0 の値は b っていうことになりますでこの b の評価をするので、えー、b=4r−9−3p という形にして、えー、代入してで三角太子を作ってあげるということですねで4倍の絶対値 r でマイナス9のところはプラス1になって1倍の9プラス3倍の絶対値 p ということになって PQR は全部1以下ですから 4×1 プラス 1×1 すラか 3×1 ということで8以下ということが証明できるってことですね。で統合が成立するときにはこの PQR の値がもう、えー、と決定しますよね。 えっと、四かける一。マイナス一、え、プラス一。これマイナスなので、プラス一、マイナスなので、マイナス一になるしかありません。あるいは。えっと、四かけるマイナス一ですね。で、符号の時には、マイ。えっと、マイナス一、マイナス一、一と。それから、一一、マイナス一という。 この2つです、ね、でまあそれを代入してえっ、ー、と得られたものが fx のえっ、ー、と値ということになりますまあえっ、ー、と証明はね b の値が、えー、と8以下というふうになってるんでこれで証明が完了しています統合成立のものは y イコールえっ、ー、と p と q はえっ、ー、と えー、っと1 2分の1の時の時だけが i f 号になってるのでマイナス1マイナス1というのはこの、えー、っと今右で書いたグラフですね y=8x の2乗マイナス 8x プラス1のマイナス1倍したものですねつまりこれは y=8x の2乗マイナス乗 プラス 8x マイナス1というふうになってますで同じように 8x の2乗をマイナス 8x プラス1という風うな方程式になってますこれが統合成立する条件ですねはいということでこれもねその0から1までに軸が入っているかどうかっていう考察を必要としない問題なんですよね まあこういう類の問題は結構惑わせる問題なんですけどまあそういうもんだと思って、えー、と割り切って勉強するっていうのがまあその本当にその数学をしっかりと勉強したい人はあのー、ぜひその頂点で分けて証明を完成させてください。まあ、それはやった方がいいかなというふうには思います個人的にはね。だけど まあ、うまくこうやって証明ができるっていうことを知って、まあ、このタイプの問題、まあ、取材確率はそんなに高くないかもしれないですけどえっ、ー、と処理ができるってことですねまあうまい具合に処理ができるタイプの問題で最大になる F の関数の特徴を調べてそれをもとに証明を完成させるっていう感じですかね統合成立を満たすそのえっ、ー、とまあこれは関数 F ですけど そういう F を捉えるっていうことの技術も、えー、ここで学び飛ぶことはできるかなと思います。はい。というわけでね、ぜひ、えっ、ー、と、1981年度の学習院大のリーダーもご覧になってください。えー、本日の授業は以上です。ご視聴ありがとうございました。